標準時、タイムゾーンとアトクからの差が記された、世界地図協定世界時との差は、協定世界時からの時刻の差を表す。協定世界時とのオフセット、または、偏差とも呼ばれる。通常は各、タイムゾーンとアトクとの差を時間、または時間と分の組み合わせとして表現する。多くの場合、タイムゾーンが、同一の地域では、 標準時と夏時間用の二つのアトクとの時間差が使用される。アトクからタイムゾーンアトクオフセットの時刻に変換するには、アトクにおける時刻にオフセットを加算する。オフセットは政府いずれでも構わない。すなわち、オフセットには適切な性、または、負の符号を必ず付す。一例を挙げる。タイムゾーンアトクマイナス5時では、アトクからのオフセットは、 マイナス5時間である。これはすなわち、後クでの時刻にマイナス5時間を加算すること、すなわち後クでの時刻から5時間を減算することで、後クマイナス5時での時刻が得られることを意味する。例えばちょうど今、後クタイムゾーンでの地方時が午後4時であるとする。その場合、タイムゾーン後クマイナス5時における、現在のローカルタイムは何時か。 答えは、午後4時、オフセットイコール午後4時イコール午後4時5時間イコール午前11時で、ある。同じく、タイムゾーンに後くプラス05、00では、午後4時、オフセットイコール午後4時5時間イコール午後9時で、ある。逆向きの変換では、後くオフセットからオフセットを減算する。その際、不数の減算が、絶対値の加算であるという、数学的常識に注意すればよい。 例えば、タイムゾーンに後くマイナス五時における、ローカルタイムが午後2時ならば、後くでのローカルタイムは、午後2時、オフセットイコール午後2時イコール午後2時5時間イコール午後7時で、ある。また、同様に、タイムゾーンに後くプラス零5 00における、ローカルタイムが午後2時ならば、後くでのローカルタイムは、午後2時、オフセットイコール午後2時5時間イコール午前9時で、ある。 あるタイムゾーンアトク、オフセットフロムにおける時刻から、アトク、オフセット2における時刻に変換する方法を考えるには、まずアトク、オフセットフロムにおける時刻からアトクにおける時刻に変換し、続いてその値を、アトク、オフセット2における時刻に変換すると考えれば、よい。アトク、オフセットフロムでの時刻が X ならば、 あとくでの時刻は、X、オフセットフロムである。あとくでの時刻を算出したので、あとく、オフセット2での時刻を得るには、この値にオフセット2を加算する。すなわち、当該時刻は、X、オフセット2、オフセットフロムである。値オフセット2、オフセットフロムは、タイムゾーンアあとく、オフセットフロムと、あとく、オフセット2との時間差に相当する。 よって、あとく、オフセットフロムでの時刻から、あとく、オフセットツーでの時刻に変換することは、あとく、オフセットフロムでの時刻に、この時間差を加算することを意味する。例えば、タイムゾーンアトくマイナス5時での現在の、ローカルタイムが午前9時であるとする。この時、タイムゾーンアトくプラス0後零0での、ローカルタイムは、何時か。まず、 時間差を計算すると、オフセット2オフセットフ f r o m イコールプラス05、00イコール5時5時イコール10時、すなわち10時間である。よって、アトクプラス05、00でのローカルタイムは、午前9時、時間差イコール午前9時10時間イコール午後7時で、ある。上の計算では、符号が正しいことに注意すべきである。あるタイムゾーンから別のタイムゾーンに変換する際、 それぞれオフセットが、オフセットフロム、オフセットツーならば、両、タイムゾーン間の時間差は、オフセットツー、オフセットフロムで得られる。この計算について、最後の結果が何の意味をなすか調べる。大きいオフセットを持つタイムゾーンのローカルタイムは、小さいオフセットを持つタイムゾーンのローカルタイムより、時間的に進んでいる。だから、例えば、タイムゾーンに後くプラス例後 0,0での与えられた、2,2の時刻は、後くマイナス時での時刻よりも、時間的に進んでいると言える。後くプラス0後、0,0での午後7時は、後くマイナス時での午前9時になる。ありがとうございます。